はい、おはようございますカブ君ですで、えー、今日はですねあの7月2日ということで、えー、とコメントにも入っていましたけど、えー、羽生結弦選手の、えー、国民栄誉賞受賞記念日6年目ということだそうですおめでとうございますはい、まあ、当時はですねなんか国民栄誉賞を取ったことでいろいろね言われてまして本人も、えー、戸惑っていたかなと思うんですけど僕はもうやっぱりこうファンに 寄り添うう気持ちっっててていうのはもうフィギュアスケートを超えて1位だと僕は思ってます、はい、すごいですねもう世界的に見てもここまで本当にこうより人に寄り添う力を持ってる人っていないと思いますねはい本当にし,しかし一方で自分のことも、えー、大切にしてあの精進していくそしてまたファンも増やしてファンの気持ちに寄り添って またファンも羽生君を高めてくれる。で、さらに羽生君は、まあ、還元っていうのはおかしいですけど、ファンにさらに大きく、まあ、倍返しというかの、寄り添ったりとか、えー、してくれる。うん。まあ、最近羽生選手の言葉がね、ありましたけど、あの、ファンの皆様は世界一のファンであるというふうにね、おっしゃってたと思いますね。まあ、そういうこともなかなか聞いたことないです、今まで。はい。いろんなフィギュア界以外でも、 あんまりファンの皆様、世界一のファンだっていうことを言いませんね。聞いたことないですよ。もうすごいですよ。本当にね、そこまで寄り添ったりするっていう人はいないです。僕は見たことはありません。なので、本、え、当、ー、フィギュアスケートを超えて、本当、国民栄誉賞にもふさわしいと思うし、もうなんならもう一回受賞してほしいなって思うくらいね、すてきだなと思いますね。はい、もう本当にこう、まあ、日本の鏡的な鏡というか象徴だとも思う。 そ,そ,そ,それくらいも思っちゃうし、あの本当ね、もうあそこまで行っちゃうと、ちょっとこう、もう本当にこう、もう頭が、ね、これ下がっちゃうね、思いですよね、本当すごいなってやっぱ思います、あの、なんて言うんだろう、こうあそこまでできる人ってやっぱりいないし、なんて言えばいいのかな、もう誰とも比べられないというか、もう比べることはもうできないというか、本当、羽生結弦だなって思いますね。はい いや、もうほんとすごい。もうこの名前はね。もうあの宇宙に届かせてもいいぐらい。すごいなって。やっぱり思いますよ、うん、いや、本当です。はいね。今日は6年目の記念日ということでちょっと語らせていただきましたね。ちょっと本当ね。あのファンのコメントだったり、見ていても。もう本当にこう。どこまですごいのかなってやっぱ思いますよ。本当ね。寄り添う力、そしてさっきも言ったように。まあそれにあのあの？ 他の人だけじゃなくて、まあ、自分も大切にする気持ちでお互いを高めていくみたいなちょっと本当にこう何て言うんでしょうかねなかなかそういうもう人離れしてると言いますかね神様なんじゃないかなってちょっと思っちゃいますよね本当にそう思いますあのはいというわけで、えー、ちょっと今日はそういうちょっと病院に話したくなっちゃったんで今日は動画撮りましたうん まあコメントの中でもね、羽生くん幸せ,な幸せになってほしいっていう、ね、コメントもあったかなと思うんですけど、こう羽生選手の幸せはなんだろうね。羽生くんにとっての幸せってなんだろうってちょっと考えちゃいますね。うん。いろんな、普通の人だったら、まあ、なんか結婚してとか、お金持ちになってとか、ね、美味しいもの食べてとか、なんかそういうなんかことが思いつくのかなと思うんですけど、羽生くんにとっての幸せってなんだろうね。 うん、またもうそれもあの気になりますよね、うんう。なんて言えばいいんでしょうかねやっぱりううんいっぱいたくさん幸せを届けてくれる人だなってやっぱり思いますね本当にこうだからやっぱり、まあ、みんなが、まあ、僕もですけど、まあ、リプレイを見た時にこれ羽生君にこうついていくっていうついていきたいっていう、ね、気持ちがもう分かったし本当にこうなんて言うんでしょうかねあのそっか。 俺なんかすごいこう、うん、頼もしいというかねやっぱり感動するぐらい頼もしいなって思いますよねだから羽生君にとっての幸せっていうのはなんだろうってちょっと考えた時にうんなかなかその言葉で言い表せないのかなってっ思いますよやっぱりねそんなかん難しいですよねちょっと 羽生くんにとって幸せって何ですかってちょっとねちょっと今度誰か聞いてほしいなってちょっと思ったりしますよねうんなんかそれが言葉だけじゃなくてその言葉でなんかその表現をするんじゃなくてやっぱりまあフィギュアスケートをね通して僕の幸せって何だろうってやっぱりこれからもメッセージで、まあ、シ,ョーだショーとかで伝えてくると思うんですよあまこう羽生くんは言葉よりも言葉も捨ててないなと思うんですけどやっぱりこうショーで そのテーマショーのテーマもあるかと思うんですけど、やっぱそれで、あの同じショーでも同じ公演、同じ公演とか、同じ公演でもまあ違う日でやったりとか、ねあの、やっぱりこう、明らかにこう、羽生区のこう今のその感情によって、明らかに変わってくるんですよね。これまでのショーを見ていると、あの引退を、プロ転向してからね。で、それにおいて、本当にこう、今のその気持ちとかをね、そのこう素直にこうぶつけて、ファンに見せて、 でこうファンを感じさせて、またファンをこうその一体となっていくというところです。それが羽生んにとっての幸せになのかなとちょっと思ったりもするし、非常にその、まあ、幸せをテーマにしたプログラムなんかもちょっと見てみたいですね。うん、そう思いました。羽生んにとっての幸せって何だろうっていう、そのテーマで、ちょっとショーもちょっと見てみたいなと思いますよ。うん そういうテーマはないと思うんで、みんなにとっての幸せって何だろうっていうね、そう,そういうのをちょっと見て,見てみたいなってちょっと思いますね。うん。愛をテーマにしたプログラムだったり、ね、ちょっとこう、ね、祈り、まあ、リプレイだったり、いろいろこうね、プロローグやってきたかと思うんですけども、幸せって何だろうみたいな、そういうプログラムをちょっと見てみたいかな。ね、うん、そうテーマに、なかなか難しいと思いますよね。幸せとは何だろうっていうね。はい。 いや国民栄養賞6年目の記念、6年,ですよ、ね、6年,6年目ですよね、うん、いろいろな震災とかもたくさん、震災,というかまあ、震災とかいろんな災害とかあるかと思うんですけど、まあ、本当にこう、まあ、やっぱり羽生君がそばにいるとやっぱ救われるっていう方が多いのかなと、まあ、実感しますからね、はいあのまあ、本当、ベルギーにも届,届きますよ、世界を越えて、ね、海を越えて届くのであの本当に素晴らしいメッセージ。 大使というかね、メッセージをこう届けてくれるあの、なんだろう、お方かなってちょっと思いますね。うん。はい。いや、もう本当何度も言いますけど、あの本当もう一回国民栄誉賞を取ってもいいんじゃないかって思うぐらいね、本当にこうふさわしいというか、本当世界一ふさわしいかなって思うぐらいね、ここまでの人いないかなってやっぱ思いますよなかなかね、うん。その誰か、誰かと比べてすごいとかじゃなくて、なんかね、ちょっともういいって、その息を超えてるなってちょっと思ったんで、ちょっとはい、今日は。 朝起きてすぐシャワー浴びてあの話しちゃってます、はい。感動しますね。なんか今日感動、コメントを見て感動しましたね。感動、な,なんか、なんかわかんないですよ。新鮮な気分になってるんですよ。<laughs> 非常に意味がわかんないんですよ。急になんかね、あの、新鮮な気分になって今話してますけどね。いやすごいことです。素晴らしいです本。本当ね、あの、まあ、なんでしょうかね。幸せってなんだろうって、ちょっとね、そういったプログラムを見てみたいですね。